ション松尾です。あ、よろしくお願いします。ちょっと今回記録用でカメラ回しております。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そうですね、まあ、こっちが教える側ではあるんですけれども、まあ、教えながらこっちも一緒に成長できたらいいなと思っています。演技が好きっていうことと、あとまあ技術的によりも、気持ちで乗り切ってくれる人に会えたらいいなと思ってます。はい、やってって生徒を見ながらその人に合ったものを考えていけたらいいなと思ってます。まあ、その人の良さを引き出してあげられたらいいなっていうのと、あとまあ気持ちですよね。気持ちを裏切り見てあげられるかっていうのを、はい、考えています。はい、堀明です。22歳ですよ。お願いします。そのこういう風な仕事も初めてなんで、こういう風にやるのもまあわからないことだらけなんですけど、あの演技の経験は、経験はないです。はい、どうぞ。カエルです。これ演技だけじゃなくてバラエティとかもできて、まあバラエティ、ひな壇とか、ゆくゆくはなんか司会とかもやってみたいです。僕は以前まで東京都庁の方に勤めておりまして、それを退職してこの世界に飛び込むことにしました。演技経験ありますか？あ、演技経験は恥ずかしながらないんですよ。はい。どんな役者になろうと思いました？あ、ですね、まあ都庁の方に勤めていたわけなんですけれども、まあ毎日、同じ仕事の繰り返しで、ぶっちゃけビッグになれればそれでいいんで。じゃあ演技経験はないんですか？演技はないです。じゃあ泣いてみてください。え？泣いてみてください。え、今ここですか？はい。え、涙流せってことですか？はい。まず。加藤健二と申します。35歳です。長野県出身で、好きな俳優は山本太郎さんです。アクション俳優を目指して今回のワークショップ。はい、あの僕聞くんで。あ、はい。何経験ってありますか？はないです。全くないです。今は特徴ですね。恋人を殺してしまった時。はい、芝居してもらっていいですか？恋人恋人、はい、わかりました。ケイコ、ケイコ、死んじゃって、死んじゃって、ケイコ、ごめんね、ごめんね、ケイコ、ケイコ。富山進です。あの年齢は23歳で、都内出身です。演技経験ありますか？いや、ないです。23歳ですか？はい。なんで役者になろうと思いました？あのみんなになんかその夢とか与えられるような、そういう風になれたら、音楽とか、AKB とか、指原さん、全体的にいいじゃないですか。やっぱ笑顔がいいし、あのそこにいるだけで雰囲気がすげえすごい、なんかね、あの周りをすごく幸せにしてくれるっていうか。若干明るくなりましたね。あ、はい、はい。そのまま木に登って降りれなくなった芝居やってもらっていいですか？木に、どうすればいいですか？もっと他になんかないですか？おー、誰かいるか？おー！
った人っ子誰もいないんだよ一人ぼっちなんだよ参加者の皆さんをよく知ろうと思いまして、はい、あちらにあの定点のカメラを置いておこうと思うんですが、はい、大丈夫ですか盗撮ってことですかいえ、あの記録ですおいくつですか？あの、僕35なんですけど。あ、うん、まあ23です。ん？建築関係。あ、マジっすか？あの、僕今あの、飛びやってるんですよ。なんかあの、僕あの、アイドル好きで、めっちゃ可愛くないですか？サッシーね。サシコね。いつからですか？地方局で、自分の冠番組を持ってた頃からですね。劇場行きます？僕、マジっすか？劇場ってあそこの…僕、上ですよね。優待あるんで。マジっすか？もう超行きたいっす。ちょっとゴミ見せてください。僕ですか？はい。広くないですか？あ、確かに広いと言われれば、都庁の方がすごい感じですね。都庁？はい。あの都庁ですか？東京都庁です。東京大学？法学部。東大？はい、法学部？そうそう。はい。怖。いや、怖くはないですね。もったいないですね、やっぱり来て。あっちー。よし。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。あっちですね。何話した？あー、いや、なんか、すごい話。すごい話。すごい話。都庁勤めてたって言って、都庁って知ってます？東京大学。東大？東大？東大の方。俗に言う東大？そう、俗に言う東大。なんだよ。喧嘩して、はい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 。そのままちょっと、ね、施設の方行って。あー、夏休みとも被ってみたいな感じですか？そうだな。俺都庁行ったことないけど、年初行ったことないだろ？まあ、うん、すげえじゃん。だからこのツーショットなんかすごいなと思って。いやでもなんか俺、やっとここだけ話すようになったな。いや、なんかこういう風に2人になることとかあんまなかったじゃないですか、今まで。あれ、なんか23とか言ってて絶対同じだぜ、あれ。富山さん。富山？気持ち悪くね？でもなんか実際喋ってみたら、佐藤さんもだって怖いなと思ってたから、実際喋ってみたら、まあ、もっとやばいやつっていうのが分かりましたけど。ジュースおごってよ。あ、ジュース。俺、今日お金持ってないの？あ、いいですよ、全然。いい？引っ込み行こう。行きましょう。ごちそうさまです。行きましょうか。ちょっと、はい、お前が分からないやついいですか？あ、ペットボトルなんか、大きいの。俺何なのか、酒がいいな。いや、これから。相手を罵る、口喧嘩するっていう柔道をしたいと思います。座ってなんかこう、いいお互い言うみたいな感じですか？はい、よーい。なんか富山さん、雰囲気なんかやばいですね。気持ち悪いですね。なんかあれですよね、23とか言ってましたもんね。僕とほぼ同い年じゃないですか。じゃあもう敬語をやめますね。違う。なんなんそのタオル、なんかもぞもぞしてるし。それ洗ってるんですか？聞こえへんって。気持ち悪い。しみしみ。なんか目つき悪。
なんなん、睨んでんの。はい、はい、はい、じゃあもう、はい、その辺で大丈夫です。あ、じゃあ戻ってもらって。じゃあ、すみません、次の方いいですかね。じゃあまず佐藤さん。よし。初めてですけど、黒木さん行きますか。じゃあ始めます。よい。はい。おい。おい。レンダーこっち見ろよ。下ばっか向いてんだよ。おい。喋れねえのか。なんか言えよ。もしもーし。黙ってんじゃねえよこの野郎。喧嘩なんねえじゃねえかよ。なんか言えよほら。言えんじゃねえかよ。あ、なんかあれだな、なんだっけ、ほら、あ、あれ AKB のさ、あれナンバーワンのやつ、サッシー、サッシーに似てねえお前。よく言われます。喋るんじゃねえか。俺あいつあんな微妙であんま好きじゃねえんだよな。なんであんなのが一番なんだろうな。なあいつどこがいいんだ。投げなさ、自己等の重要性理解してない。踏んでかしなマリア見開いてよ。国の決め耳かんぼじてバーッ。首を剥がせ、影に隠れた影に強さ。ウィンド無理ならば戦闘開始か。仕掛ける金が何が無駄で何が大切か。思う無駄だけどじゃないじゃん。全ての主義に火の玉パチカってめ。ですか。はい。はい。僕もサッシーって呼んでいいですか。それはダメです。全体的な印象としてどうですか。そうですね、全体的、まあ頑張って、ちょっと慣れないこともいっぱいあるんですけど、みんな頑張ってやってると思います。まあでも最近はなんか、なんていうやろ、なんですかね、こう何を したいのかがちょっとよくこう分からへんっていうか。監督の印象ですか。はい。なんていうか、まあ、今まで僕がいた環境の中ではいなかった人間ですか。ここですか。はい、ここはほぼ毎日います。はい、これあんまり芝居経験ない。何かつでエチュートバーとかじゃないですか。
監督については今どんな感じ、どう思われてます？監督についてですか？これか、これですね。なんか変じゃないですか？なんだろう、なんだろう、やる気あんのかな、よくわかんない。どうなんですか？インチキだよね、インチキ。台本を使った芝居をしてみようと思います。よい、はい。ちょっと飲みすぎじゃないですか、鎌田さん。うるせえな、お前のこと大丈夫なのかよ。はい、ね、そうだ、キャバクラ行こうぜ。次キャバ、今日はそういうのやめましょうよ。うるせえな、女じゃなきゃ言えないもんがあるんだよ。よし、次。あのな、こういう時はな、女じゃなきゃ言えないもんがあんだよ。女の胸でも言えないものもあれだ。女の胸じゃ言えない傷ってのもあるんだ、分かったか。ちょっと、何やってるんですか、鎌田さん。すいません。みゆき？ほう、みゆきじゃん。うん、何なんですか？知り合いですか？久しぶり。こんなとこで何してんの？いや、ちょっと仕事帰りで。ほう、いや、全然連絡もくれないからさ。ああ、みゆき持ってかな。オッケー、決めた。いたほら、どうも、すいません。あ、鎌田さん、ごめんなさい。酔っ払っちゃってたもんで、大丈夫ですか？あれ、怪我とか大丈夫ですか？鎌田さん、あれ？みゆき？みゆきじゃーん。え、なに？ほら、すいません。今、あれ？みゆき？知り合いですか？え、みゆき、久しぶりじゃん。元気だった？え、何してんの、こんなところで。みゆき？ちょ、みゆき？ちょ、ちょ、カット。そして、あ、もう鎌田さん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？もう仕事帰り。全然連絡くれないな。本当かな？あ、本当かな？みゆき、みゆき、みゆき、元カノ、ね、佐藤さん、佐藤さん、鎌田さん。そう、元カノなんですね。相談したいことがありますね。今のところだと何とも言いにくいんで、とりあえず様子見なんですが、具体的に被害とか出ましたらこちらもどうにか何かねしないととは思いますが。佐藤さんって太郎さんですよね。佐藤さんですね。加藤さんって加藤さんですよね。
加藤さんですね。マジかよ。どうしますこれ。これ昨日ですね。マジか。クワッド言葉のピロチンさんと名を話し落としとる命、何が無駄で何が大切か、やっぱこれが真の解決さ。舐めた呼び合いがこれ裏折れて何が泣いてしまうま。森内さんどうされました？あれだ何やってるか分かんなかった。正直ラップをやる意味が分かんないんですけど、ここのとこ毎日ラップとかエチュードしかやってないから、俺ら何していいかちょっとよく分かんなくて、方向性が分かんないんですけど、なだよな、方向性教えてほしいんですよ。イメージしてたのは紙にこうセリフ書いてある、あ、台本か、台本みたいなのもらってみんなでやるっていう多分イメージだったんで、みんななんかラップやるっていうのは正直、しかも毎日やってるし、謎を何やってるかみたいな。俺ら別にラッパーになりたいわけじゃないし、なんか意味があるんだったら教えてほしいんです。さんって演技経験者でしたっけ？誰か芝居できる方いらっしゃいましたっけ？できないなら少なくとも監督である僕のいいことを聞くっていうのは大前提なんじゃないでしょうか。違いますか？監督の方向性を教えてくださいって言って、監督何したいんですか教えてください。監督だから意味あるんじゃないかなと思うんですけど、だからその意味が分かんないから今教えてくださいって言ってんの。でも答えられないじゃん。いや、まあ僕もよく分かんないんですけど。分かんない、みんな分かんないんだよ。だから教えてくださいって言ってんの。方向性教えてくださいって。そうっすよね。何お前同調してんの。いや、そういうわけじゃないですけど、言いたいことは言えよ。いや、でもまあ一応監督だからさ。一応監督だからってのはあんまりな。今は聞けって言ってんだよ、こういうサインなんだけど。今誰も分かんないですよ。監督の方向性教えてください。じゃあ、あ、いいこと
と聞かないんじゃやっても意味ないと思いますし、やめた方がいいと思います。どうぞ。おい、あんた自分の意見がねえからってやめろだ、この野郎てめえ。何がやめろだ、お前詐欺師かてめえ、この野郎。黒木さんはどうですか。は、やめた方がな、いいんじゃないですか、この人。黒木関係ねえだろ。関係ないですかね。関係ねえだろ。どうですか、黒木さん。言ってましたよね、ストーカーされてるって。毎日メールしたり、しつこく電話したり。何しに来たんだ、君は。好きなんですか、黒木さんは。好きなんですか。なんかあったんすか。どうなんですか。加藤が女とやったって言うから、加藤がこの女とやったって言うから、それは俺もできるかもって思うじゃん。それだけ。なんか文句ある。犬猫とか教えないでしょ。外での話だ。家か、君。いや、何を知ってんの。ちょっと一回皆さん落ち着きましょう。皆さん落ち着きましょう、皆さん。話せ。あんた言ってやめるな。てめえがやったからこいつなんてやるか。昨日ああいう感じになって、監督と話し合ったんですが、監督も反省している様子で、いるんですけれども、とりあえず今のところの皆さんの意思というか、そういうものを確認したいなと思ってまして、まああれですね、まあ、昨日はちょっとこれもカッとなっちゃって、まあ言い過ぎたっていうのはあるんですけど、まあ言いたいことは俺らは言ったし、まあできるなら、まあ、中途半端で終わるの嫌だし、最後までやれたらとは思います。なんかまあせっかくここまでやってきたんで、ちゃんとその自分たちの気持ちみたいなのも言えたし、あのまあ、あの続けられるなら、あの、まあ、続けたいと思ってます。はい、続けたいです。富山さんはどうですか。はい、はい、黒木さんはどうですか。初めてのワークショップということで不安だったりとか、そういうことが皆さんに伝わってしまって、伝えなければならない部分が抜けてたことがたくさんあったと思います。ただ僕も反省して、ちゃんとあの
やりたいこととか皆さんにちゃんと伝えていきたいと思うので、これからよろしくお願いします。でもあれですね、なんかあんだけラップとかやってたらなんかラッパーとかできそうじゃないですか。俺結構できてたね。できます。今度はお互いに褒め合うっていうエチュードをやってみたいと思います。じゃあ早速堀井さん、はい、あと加藤さんちょっと前でね。あ、はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。すいません、こんにちは。はい、こんにちは。カメラやめて、ちょっと。あ、警察どう。彼、健太さんっていうのは、まあ、彼、はい、ですね、彼にですね、ちょっとご同行いただきたくて、うん、とある事件の重要参考人として、あ、ちょっと動くなって、ちょっと、あ、まあいいや、そうです。今すぐちょっと来てもらいたいんだけど。神さん、今すぐですか。そうですね、今、うん、今すぐ。ちょっと仕事があるので 3,4 時間待っていただけないですか。いや、無理ですね。松尾さんどうですかね。そうですね、皆さんも予定あると思うんですけど、別日に振り返ってことにしますか。あ、でもそうするとまた予定のすり合わせ大変ですもんね。加藤さん、明日とか大丈夫ですか。明日ダメって人いますか。明日僕脚本持ってくるんですよ。堀井さん、きっとぴったりだと思いますよ。森内さんも黒木さんもいい役書いてきましたよ。佐藤さん、ようやく気持ち伝えられそうな気しますよ。加藤さん、明日来てくださいよ。富山さん、なんか言ってくださいよ。